緒に盛り上がりにいこう。ありがとうございます。あなたの心にときめきパンチ。ありがとうございます。高校3年生18歳の斉藤りにこです。よろしくお願いします。金髪になって帰ってきた。ギャル？マジギャル。ちょっとなんかあれでしょ？地元のヤンキーみたいでしょ？耳がすごい可愛い。耳がすごい光ってる。あ、そう。犬なの私。小型犬的な。チワワっぽい。チワワ。チワワの。可愛いね。ポメラニアンがいいな。あ、そう。メイちゃん。メイちゃん。メイちゃんね。メイちゃんね。それで私。私事のお話なのですが、今私は腰の治療で休ませていただいているんですけども、この前まで入院していて、なんか腰椎間板性ヘルニアっていうのと腰狭窄症っていうのを混じらわせてしまい手術してきたんですけど、頭良さそうでしょ、ちょっとね。わずらわしい。ごめんね。ごめんなさい。あれ？そうなんですけど、もう手術も無事成功して終わったんですよ。しかし少しのリハビリで腰が弱く、またちょっとおはようしちゃってるんですよ、ヘルニアさんが。だからしばらくの間、2ヶ月くらいですね、またお休みさせていただくことになります。またこうやって私は踊れないんですけど、こうやってイベントにも参加させていただけたらなと思うのと、また5人に戻って、やっぱ5人だなって思ってもらえるように頑張るので、待っていてください。じゃあリリコ行かないけど盛り上げてくね。来た来た、これ皆さん、アンコール盛り上がる準備できてますか？まだまだ盛り上がる準備はできてますか？リリコのこと待っててくれますか？よし、じゃあ最後にお願いします。
よっしゃー。